やあ。おっす。この前韓国のニュース見てたらさ。あれ、誰だ？宅配便？いや、何も頼んでないけど。どちらさんですか？あれ、ケンジ君。ケンジ君？どうもこんにちは。はじめまして。はじめまして。紹介するよ。彼はね、僕の弟子なんだけど。弟子？博士弟子いたの？博士だからね。博士って名前だけで、事実上のニートだと思ってたけど。なわけないでしょ。彼はね、ケンジ君って言うんだよ。年齢は25歳。よろしくお願いします。海外管理人さんの動画いつも楽しませてもらってます。あ、見てくれてたんだ。ありがとう。すごくファンで、撮影現場とかいつか見てみたいなと思ってたんですよ。あ、そうなんだ。どう？実際来てみて。いや、動画で見た通り、真っ白な空間なんですね。なんかザ・ファーストテイクみたいですね。やってることはそんなにかっこよくねえけどな。あはは、確かに。確かにじゃねえよ。で、ケンジ君今日はどうしたの？この前博士が研究所から持ってた試作品を取りに来たんですけど。え、なんか持ってったっけ？テレビ番組とか YouTube を見てるときに、いいシーンになると、そのシーンを自動的に検知して、音量をミュートにするっていう装置あったじゃないですか。何その意味不明な機能は。ああ、ミュートくんか。なんだよその筋肉マンのミート君みたいなネーミングは。それがどうしたの？いや、あれについて、感度がいまいちだったじゃないですか。そうだね。それで昨日風呂入ってる時に、その感度を上げるための設計を思いついたんですよ。それですぐに修正したいなと思って、今日取りに来たんですけど。あ、それね、今ここにはないね。え、そうなんすか？別の場所にあるんだよね。どこにあんの？君の自宅のリビングに設置してあるよ。は？何それ？聞いてねえぞ。この前お家にお邪魔した時にテスト的に設置させてもらったんだよね。なんでそれ？あ、それでか。なんか最近映画とか見てると、クライマックスのシーンで音量がミュートになることがあったんだけど、その装置のせいか。あ、多分それですね。実験成功したか。成功したかじゃねえよ。なんで俺んちにそんなのくっつけてんだよ。いや、装置を開発したのはいいけど、実験に協力してくれる人が周りにいなくてさ。いや、知らねえよ、そんなこと。だからって俺んちに設置すんなよ。そもそも何のためにそんな装置開発したの？普通に面白いかなと思って。全然面白くねえし、単なる嫌がらせだろ、それ。でも君はクライマックスでミュートになった瞬間、思わず笑ったのではないか。全然笑ってないし、無言で音量のプラスボタンポチポチ押してただけだよ。そうか。本人はそうかもしれないけど、外からその姿を見ればかなり面白いと思うけどね。その笑いのセンスもおかしいぞ。てかそんなクソみたいな開発は即刻中止しろよ。あの、お取り込み中申し訳ないんですけど、それで返してもらえるんですかね？いや、返してもらえるし、むしろ速やかに撤去してほしいわ。てか、ケンジ君もさ、そんなくだらない装置の改良なんてやる必要ないでしょ。研究に価値を求めるな。好奇心を解き放てっていうのが博士の教えなんで。いや、好奇心もいいけどさ、なんか向かってる方向がおかしいよ。ここでこんな話してても時間ばかり経っちゃうから、とりあえずこれから君の家にミュート君を取りに行こうよ。動画撮影しようと思ったけど、そんな不気味な装置を家に置いとくのは嫌だからすぐに取り行こう。ケンジ君はちょっとここで待っててね。はい、わかりました。てかマジで博士おかしいかんね。試作品だかなんだか知んねえけどさ、俺の家にそんなもん置くなよ。ここは海外 YouTube の撮影現場か。いつか来たいと思ってたからなんか感動するな。それにしても本当になんもねえな。あれ、これなんだ？今日の動画で話そうとしてた内容かな。ちょっと見てみようかな。何やに？現金500万ウォンが入ったシャネルバッグを紛失した中国人観光客。韓国市民のおかげで50分で取り戻す。驚くべき深刻意識。ほう、今回の動画は韓国人のホルホル系のネタをやろうとしてたのか。面白そうだな。ちょっと記事の内容見てみようかな。警察によると、中国人観光客は15日午後、ソウル中区東大門デザインプラザで、現金500万ウォンとクレジットカード2枚が入ったピンクのシャネルバッグを紛失した。500万ウォンって言うと日本円で50万円ぐらいか。結構な額だな。近くを歩いていた市民のキム・ボクヒョンさん、43歳は、午前0時頃、デザインプラザの階段でこのバッグを発見し、徒歩で約5分ほどの距離にあるソウル中部警察署、クァンヒ地区隊を訪れ、落とし物として届けを出した。ちょっと待って、これなんかおかしいぞ。なんで落とし物を届けた人の名前がここに出てんだよ。しかも年齢まで出てるし。こういうのって普通善意でやるもんだから名前とか言わなくねえか。伊達直人って言っとけよ。実名名乗ってる時点で不純な意図を感じるわ。まあ、いいや。続きを読んでみよう。バッグに入っていた現金を一部抜き取ることもできたが、そのまま全て警察に申告したのだ。なんだよこれ。いちいちこれ記事に書かなくていいだろ。普通は抜くけど、あえてやらなかったんだと。それだけすごいことをしたんだよって言いたかったのかな、この記者は。普通の韓国人の民度は低いですって言ってるようなもんじゃねえの、これ。まあ、いいや。キム氏は、韓国人の深刻精神を見せたかったとし、クレジットカード名が漢字で書かれてるのを見ると、バッグの持ち主が中国人であることが分かったと話した。特に、中国人に韓国の申告システムがどの国よりも早いということを見せたかったとし、今後申告文化の手本になってほしいと強調した。こういう意図で落とし物を届けるやつって韓国人ぐらいしかいねえだろ。落とし物を拾ったら中国人のものだった。これを猫ばばせずに届ければ、韓国はすごい国だと思われる上に、自分もみんなから褒められる。よし、届けるぞって。
いや、おかしいだろこれ。善意に見返りを求めるとか人として恥ずかしくねえのかよ。これ逆に言えば、中国人じゃなくて韓国人の落とし物だったら、見返りが少なくなるわけだから、猫ババしてたってことじゃねえのこれ。中国人観光客はバッグが見つからず、紛失から約11時間後になって、ようやくソウル観光警察隊東大門センターを訪れ助けを求めた。これに対し、東大門センターパトロールチーム副チーム長のキム・ドンユン警察ら警察官は直ちに現場に出動したが、紛失した財布を見つけることができなかった。これを受けてキム警察は、警察紛失物システムであるロスト112に接続し、バッグが紛失物として登録されているという事実を確認し、直ちにクアンヒ地区隊を訪れ、バッグを中国人観光客に引き渡した。紛失届が出されてから約50分後で、積極的な市民の通報と警察の紛失物システムのおかげだった。そういうシステムは日本にもあるし、別に珍しくねえだろ。てかなんだよロスト112って。公的機関のシステムなんだからいちいち横文字使うなよ。紛失物112ってしとけよ。キム警察は、中国人観光客は驚きと喜びを隠さなかったとして、深刻精神が凍結した市民と警察の素早い状況判断の作品と伝えた。これ作品なの？こんなの見返りを求めた行為だって、善意でもなんでもねえかんな。それとともに、カード財布バッグをなくしてしまう事例が頻繁に起きているが、紛失物システムがよくできていて、早く見つけられるようになったと付け加えた。キム氏は、小学6年生と3年生の息子が2人いるが、誇らしい父親になりたかったとして、長男も1ヶ月前に道端で拾った携帯電話を、近隣の派出所に申告し、紛失物受付したおかげで、持ち主をすぐに見つけることができたと伝えた。登場人物が全員キムだから紛らしいなこれ。てかこのキムさん、名前を出してることもそうだし、報道されることを想定して行動しただろ。大金が入ったブランドバッグを届ければニュースで報じられて誇らしい父親になれると。そういうことでしょ。逆に言えば報道されることが想定できなかったら届けなかったんじゃないの。てかそもそも落とし物を届けたぐらいで誇らしい父親になる時点で、どんなすさんだ社会だよ韓国はってなるけどね。そんなの普通のことだろ。まあいいや。で、これに対する韓国人の反応は？称賛します。模範的な市民です。共感数えぐいなこれ。てかこんなことが記事になって、国民総出でホルホルしてる時点でおかしいかな。言うのは簡単だ。しかし本当に大変なことである。警察署に行き、調書を作り、あれこれやれば意外と時間もかかる。本当にすごいことである。いや、100円とか200円じゃないんだから、さすがに50万円とかの大金になったら落とした人もきっと困ってるはずだから、これで安心してもらえればと思って、そんな事務処理の時間なんて別になんてことねえだろ。てかこの文章を見ると、普通は猫ババするけど、警察に届けたことはすごいことだって言ってるように見えるけどね。監視カメラの威力。これ本音だろ。韓国は監視カメラが多いから、金を持ち去るリスクと捕まるリスクを考えて届け出たってことでしょ。しかも中国人が落としたものであれば、それを届ければ、すごい市民とみんなから褒め称えられるから、猫ババするよりも届けた方がメリットが多いっていうことで、届け出たってことじゃないの。下心丸見えだぞ。真の愛国者です。いや、ただ普通に落とし物届けた人だから。あの人が本当の国家代表です。こんなんで国家代表になるなら日本人の大半が韓国代表になってるぞ。てか何の代表だよ。お前らの国なら一生夢にも見られないことだ。大国大韓民国で良い経験をしたと思って、国に戻ったら人権解放デモをして、今回強制的に拘束された韓国代表サッカー選手、孫純法を早く返せ。何この上から目線。結局こうやってマウントを取りたいから届けたって話でしょ。コンタ見え見えだっつの。中国人としては大きな感動を受けたでしょうね。素早く警察に持って行った韓国国民が誇らしいです。これ中国でこのニュースを報じなかったら韓国人は、韓国の全国をあだで返すのかと言って騒ぎ立てそうだな。韓国は土地は小さいが、中国やロシアがむやみに見る国民ではない。我々はこのぐらいのことは基本として生きている。いや基本として生きてんだったら、こんなことがニュースになることねえかんな。当たり前のことなんだから。しかも拾った人の名前が出て報じられることなんて、日本じゃ絶対考えられないかんね。他の国と比べて教育水準が高いからではないか。全員に見返りを求める小じき精神を教えてんのか韓国の学校では。韓国は政治家と詐欺師がゴミで一般国民はトップクラスだ。政治家も詐欺師も由来は一般国民だからね。大韓民国クラス。それだけかよ。もっとなんか言えよ。小さなことではあるが、ブランド国家を作ることに貢献しましたね。ありがとうございます。なんだよブランド国家って。こんなんでブランド国家になるな。日本は神の国になってるわ。そのお金、韓国で気持ちよく使い切ってください。我が国民の道徳性は他国の追従を許さないほどの品格です。いや、ぼったくりとおかず再利用の国がよく言えたな。どんな自信があってそんなこと言えんだよマジで。善良な一般市民は、このように正直さと秩序意識がしっかりしてるのに、国民を代表するという国会議員を見れば暗鬱だ。その国会議員を選んでるのは一般市民だからね。ここ大事なところだよ。中国人に韓国の申告システムがどの国よりも早いということを見せたかった。グッド。いや、グッドじゃねえから。そこがバッドなんだよ。見返りを求める時点でおかしいかんな。
謝礼金を出せ中国人よ。お前らの国では考えられないことだ。もう物理的な見返りまで求めちゃってるし。もはや善意もクソもねえな。当然のことですが、一方で胸がいっぱいで感謝してます。いや、当然のことなら胸いっぱいになるなよ。普通に過ごせ。中国ではありえないこと。中国だけでなく、大部分の国でありえないことです。あれが可能な国は全世界でも少ない。韓国、日本、シンガポール、台湾など、北東アジアのいくつかの国と、欧州ではフィンランドとアイスランド程度。なんかここで韓国と一緒にされるのってすげえ不快だな。中国人の感謝の挨拶についての内容は書かれてないですね。だから見返り求めんなよ。感謝を強要するな。見たか、これが韓国だ。まさにこれぞ韓国だっていうのを見せてもらったわ。本当にすげえ国だな。お待たせ。あ、お帰りなさい。はい、これ持ってきたよ。ありがとうございます。ケンジ君、それ改良するの考え直した方がいいんじゃないの。時間はもっと有意義に使った方がいいよ。はい、大丈夫です。何やってたの？いや、ちょっとこの記事読ませてもらってました。あ、それね。今日の撮影で話そうと思ってたやつだよ。そうかなと思って見てました。二人がどういう切り口でこのニュースについて話すのか、すごく興味があります。めちゃくちゃ面白い動画になると思うよ。楽しみにしてます。じゃあ今日はありがとうございました。じゃあね、また来てね。はい、それじゃあ。じゃあ動画の撮影行こうか。そうだね。てかその前にちょっと気になったことがあるんだけど。何？あのケンジ君ってさ、あれに似てない？何かに似てる？いや、あれ誰がどう見てもジャイアンだよね。そう？どの辺がジャイアンだった？いや、全部だよ。コスプレって言ってもいいぐらい全てが似てたよ。そういう話したことないの？ないね。いや、しろよ。なんであんな格好してんだよ。それはわからないよ。仕事とは関係ないしね。いや、関係ないけど気になるだろ。僕は別に気にならないけどね。個人の自由だから。それよりも動画撮ろうよ。あれをスルーできる博士すげえな。じゃあ行くよ。やあ。おす。韓国のニュース見てたらさ、あれちょっと待って。何？カメラ回しっぱなしだったね。マジで？ケンジ君がここにいる間、ずっとカメラが回ってたみたいだね。そうなんだ。なんか変なことしてたかもしれないから見てみようか。いや、見ない方がいいんじゃないの、こういうのは。いや、師匠としてここは見ておかないとね。博士の弟子とか絶対嫌だけどな。とりあえず録画を停止して、再生。